絹のべ橋は、淀川水系の稲川に架か,かる橋である。大阪府池田市木部町の最西部に位置する。橋の名称は、呉式と鑑識が木を織り染色を行い、稲川で水洗いをして、河原で絹を延べたという伝承に由来する。橋の長さは92.0メートルであり、福音は8.25メートルである。大阪府道112号絹のべ橋停車場線が、通っている。 車線の数は2車線である。橋の中央付近には張り出したスペースが作られており、石で作られた椅子が2台設置されている。椅子にはほかけ船をかたどったデザインが入れられている。稲川の川口から1 1 6トルの地点に架橋されている。西詰めから2 0ルほど西へ行くと、兵庫県との府県境があり、そこから3 0ルほど西へ行くと、 川西ノ部町に位置するノ部橋駅がある。およそ700メートルほど上流には、稲川と余りの川の合流点がある。下流には、近い順に、新稲川大橋、中橋、五福橋、阪急宝塚線稲川橋梁、稲川第一橋梁、中国自動車道稲川橋、群翼橋,橋、桑津橋、上津大橋がかかっている。もともとは、簡素な木造の橋であった。 橋は洪水が発生するたびに流出していたため流れ橋と呼称されていた。1922年5月には細川村によって長さ42.5メートル、幅2メートルの橋に架け替えられたが半年も経たないうちに流されている。1930年に橋の架け替え工事が着工され、1931年10月7日に工事が完成され、 同月9日に開通式が行われている。橋脚がコンクリートで作られた橋であり、橋梁形式は3景間連続非合成番桁橋、全長は64.5メートル、幅は5.8メートル、主桁間隔は5.7メートルであり、灯籠の形をした伝統が設けられていた。2006年度より橋の架け替え工事が開始される。この工事は、 稲川流域の河川改修事業に合わせて実施された。2010年7月3日に、大阪府の池田土木事務所によって、開通式が行われ、同月6日に供用が開始される。阪急電鉄池田駅からは、北へ 1.5km ほどのところにある。北へ 800m ほど行ったところに、木部会館のほかに、栄光寺や木部神宮などがある。 北へ1 4トルほど行ったところに JA 大阪北部細川支店がある。南へ7 5 0ルほど行ったところに池田ピアマルセンターがある。西へ2 2 0ルほど行ったところに川西みその郵便局がある。北西へ5 5 0ルほど行ったところに川西北保育所がある。ありがとうございます。